ここの味噌カツはお肉とお味噌こうミルフィーユ状みたいですね。苦いソースが全体にかかってて。スポットとか、あの歴史巡りとかで、はい、あとはもう反対側は昭和レトロな感じで賑やかな。あ、そうなんですね。アルバイトでして、はい、あ、家が結構遠いんですよね。あ、そうなんですか。なので、はい、年金とかだと朝が大変なので、はいはい、朝に泊まっちゃうことが多いです。ああ、そうなんですね。なんか海外の人は一人で旅するってなった時に浅草だと どの辺がこうおすすめですか？浅草の中のおすすめですか？はい、私はちょっと食べるのが好きなので、はい、今行くエリアは、はい、飲食店が多いエリアですね。あ、はい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 、なので歩いててすごい楽しいです、ね、あ、食べ歩きみたいなイメージです、はい、あ、大黒屋さんとか。あ、そうですね。ゆっくりできるところも多いなって思います。あ、
オレンジ通りっていう通りになるんですけど、はい、オレンジ通り古い街並みが多い中、はい、この通りはフレッシュさをイメージした通りになってます。あ、なるほど。なのでテーマカラーがオレンジ。あ、キャラクターがいたり、ピーちゃんのお店があったり、結構子供を楽しめるみたいな、はい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 、あとお芋のスイーツが多いですね、浅草。そうですね、確かに。はい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 。おお。芋金とか。私が好きなのは砂川さんの。砂川さん、あ。はい、はいはい。芋羊羹ソフトクリーム。すごいですね。芋羊羹。へえ。はい。めっちゃ美味しい。食べたくなりますよね。あ、そうです海外のお客さんとか来た時のコミュニケーションって、はい、英語ですか？私は、はい、例えば大学も、はい、そういう語学の大学に行ってて、はい、あ、そうなんですね。英語とかもともと好きだったので、はい、そうですね、英語でやったり。あ、すごいですね。あ、でもなんか英語じゃない、はい、国の方とかは結構、はいはいはい、難しいですよね。頑張って伝えてますけど。そうですよね。結構アジア系の方とかいらっしゃいますよね、はい、浅草。そうですね、はい、それも確かに難しいですよね。難しいですよね。私は専攻がカンボジア語なんですよ、はい、カンボジア、うん、アンコールワットのイメージが、はい、アンコールワット行ったことないんですけど、はい、まだカンボジアの方が乗ってくださったことはないですね。あ、そうなんですか。使ったことがないです。これは大黒屋ですね。この人力車って、はい、どれぐらいの重さまで乗れるんですか？250キロ。じゃあ大人だと3人だときつい、きつそうです。あ、2人乗れないか、それぞれ。大人だと、はい、2人までですよね。で、はい、小学生未満、はい、あー、なるほど。膝の上に乗ることができるので、お子さんだったら最大4人。あー、なるほど。バランスでやってるので、はい、あんまり重くないんです。あ、そうなんですね、はい、なんかすごいこう訓練とかされて引いてるのかなって思ってたんですけど。トレーニングみたいな、はい、全然そんな感じじゃないです。あ、そうなんですね、はい、でも運動好きな人が多いかもしれないですね。あ、もともとそうですよね。私は
ップなんですけど。あ、はいはい、ここなんか他にもありましたよね、店舗。こんにちは、昨日はありがとうございます。変わり種とかがすごいですよ。変わり種の変わり種、チーズのセットだとか。ああ、そういう感じですか。へえ。反対側は餃子の王様、餃子の王様、ここもいつも行列になってますね。その横からはスーパーツリーが見えます食べ歩きみたいなのずっとしてて、はいはい、がっつりは食べてないですね。はい、あの浅草メンチとか。あ、いいですね。はい、食べてます。私のそうです、久しぶりに来ました。おすすめなんですけど、勝吉。行かれたことあります？あ、ないです。はい、50種類以上カツがあって。へぇー。味噌カツとか定番なんですけど、はいはいはい、納豆カツとか、餃子カツとか。それはそのものに衣がついて揚がってる感じなんですか？そうですね。味噌カツとかって普通はこうカツで上に味噌がかかってる、はいはいはい、ここの味噌カツはお肉とお味噌、はい、こうミルフィーユ状みたいな。ああ、そうなんですね。へえ。たぬき通りっていう通りで。ああ、たぬき通り、下町のこうパワースポットになってますね。そうなんですね。12匹全部でタヌキがいて、それぞれこうご利益が違うんですね。あ、そうなんですね。で、反対側も。本当だ。モンドコロッケって言うんですけど。おお。モンドコロッケやっぱ有名じゃないですか。はい。コロッケの中にもんじゃが入ってるんですね。ああ、そのまんま入ってる感じ。そうです、そうです。明太チーズもんじゃが。ああ。そうですね。昔の和の雰囲気もあるから、はい、外国の方とか来てほしいですよね。そうですよね。そうですね。ロイヤルコーヒー店。ロイヤルコーヒー店。へえ。ここは、はい。1962年から。はい。モーニングのホットサンドとか、はい。あとチーズケーキとかめっちゃ美味しいです。あ、そうなんですね。あそこにあるやつですかね。じゃあ雰囲気がいい。酒は好きですけど、なんか量が飲めない感じです。あ、私もこの間20歳になって。あ、そうなんですね。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。なんか好きなお酒とかあるんですか？好きなお酒ですか？なんかでもまだあのビールとかはあんまり美味しさがわからないですね、はい、苦い。そうですよね。私もここでこれから飲もうと思います。あ、そうなんですか。ホッピー通りですか？そうです。これが乗車料、朝10時からみんなやってるんで。10時から飲んでるんですね。へぇー。はい、
今から帰るところが、はい、ロック通りっていうところに入ります。ここの通りがもう昔日本一、はい、混んでた人が集まったっていうところらしくて。そうなんですね。歩いて、はい、30分かかったっていう。はい、ああそうなんですね。このドン・キホーテって全部この建物ドン・キホーテなんですか？そうですね。あ、そうなんですね。めちゃめちゃでかいですね。夜とかピカピカですよね。ああ確かに。ラスベガスだよね。、はい、私はすごい海外行くのが好きで、はい、結構東南アジアの旅行で行ったりする。はいはいはい。最近あんまり行けない。そうですよね、はい、確かに。体験したいなって。もうちょいしたら結構来てくれますかね。なんかそうですね、そうなるといいですよね。ね、そうですよね、うん。そうなんですね、はい。なんかあれですか、いわゆるパンケーキ。いわゆるパンケーキ。なんかこの ここが変わってるみたいなところがあったりするパンケーキ屋さんなんですか？いや、なんかこう分厚めのやつで、はい、ああプルプルのやつですか？はい、ふわふわ系ですね。ああ、ふわふわのやつ。なんかボリュームがある感じ。はい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 。ソースが全体にかかってて。おお。そうなんです。そうなんですね。何時から何時ぐらいまでプランは
仕事だと9時から、はい、まあ、大体6時ぐらいまで。ああ、7時間、8時間、10時間とか、それぐらいですか。自由なので、スカイツリーに送ることとかもあるんですか。あ、なるほど。なんか秋葉原に送ったりもできるし。あ、そうなんですね。あの金のやつ。戻っていきました。はい。はい、おかえりなさい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。